幼稚してるかなってしてなさげかな。配信で見たらあんま分からへんけど目で見たら結構分かるんだな。まあいいか。ハロー、いてててて、ハローハロー。忘れてた？聞いて聞いて、アーカイブで。っていう私は聞いてないんですけど。まあ当時は覚えてるのでいいかなって思って聞いてない。一部からね、気合い入れてな、待っとくねんな、一部からずっと。まだ椿油塗ってるの？何それ。そんなん塗ったことないねんけど、てか言ったことないねんけど。言ったことないし塗ったことないねんけど。どこ情報？うん、おもろい。オイルとかやったらまだわかるけど、椿油って特定。おもろ。長袖です。これさ、長袖やん。これ袖はめっちゃ長いんですけど、丈はあのお腹短いんですよ。だから大丈夫なやつ。ね、椿油なんか言ったっけと思って。一回なんかオイルを見せたことあるから、あれって椿だっけ。衣替えしてない。長袖兵庫にある。半分こっちにあるのかな。今日ほぼメイクしてない。してるけど、まつげ。え、今日結構ね涼しかった。そう、お腹冷えちゃう。なんかいっぱい結婚してが来た気がしたけど、ちょっと待って。結婚しねー。なんかスタンプも新しくなってる。イエイみたいなスタンプ、今までなかった気がした。今日顔の色がない気がする。リップ塗ったけど薄いかも。え、聞こえる外の音な。あ、めっちゃおかしい人がたくさんいるんですよこの世は。おかしい人がねいるんですよきっと。きっとね。うん、らしい。なんか土曜日がめっちゃ暑くて日曜日がめっちゃ寒くなるみたいな。リアル？ガチ？そんなに変わるの？って思いました。書き入れないよりおかしかった。そ
外の声が配信まで入るってことは書きれないよりおかしい。外の方がなんか魚眼面色な、ね、色ない色ないです。リップのリップ塗ってないぐらいに見える。リップ塗ってるのに白すぎて。こんぐらいで OK でしょ。急に見せる大会始まった何も言わず昨日の配信見ながら寝落ちしたのに朝が迎えられました昨日の区切れの配信で寝落ちできるってすごいな。天才に近い あ、ね、チケホールとか届いたらしいな。見ました見ました、届いたってね、いいな。いや、あれかな、チョパが可愛いところかな、新しくできたところ。もうあそこって定期じゃなくて追加されたねんな、東京駅って出張店舗じゃなくて。そう、チケホルが届いたらしいのでぜひゲットしてください。ゲットっていうかもう受け取りの話ですけどえ、てかあさっての服が決まってなくて普通にやばい、どうしよう、マジで迷っててやばい。どうしよう。明日はポリスかって思ってます。明後日はワンちゃん、明後日も一緒の着ようかなって思っとうけど私服にしよっかなって思ってる。帰れる、そのまま帰れるしけど明後日寒いらしいから長袖の私服がないから結局は上着持っていかなあかんしなーとか思って。そう、決まってないマジで。あさって日曜日どんなんがいいかな。日曜日どうしよう、服どうしようマジで。日曜日の着る服全然決まってなくてやばい。なんかあるかな、今まで着てない服やんな。どうしよっかな。確かにあのマイメロの着ぐるみこそさ
あれよな、変なとか言わんとってほしいけど変じゃないし別にあのマイメロこそさ、あれじゃない、暑いから、暑い時に前来ちゃってちょっと後悔してたから、マジ顔真っ赤っかなって思ったから、ツーショットかやのに。確かにね。けどあれなんですよ、荷物になるじゃんあれって。うわ、あり、パジャマとか普通にありやな、過ごしやすいしけどなんかパジャマはなんか寝る時じゃないと着たくなくて洗濯すればいいやんって話なんですけど、ちょっと違うんだな。こんばんは。うん、あれ寒い時の方がいいけど、マジで前に幕張であれ持って行った時に荷物が入らなさすぎてやばかった。だからきっぽい服とは着ていって着て帰るってことおかしい人。衣装は幕張では着ない、土日では着ないかな。トーク、握手、通所でなんかどっかで着るかな、まだ決まってない全然。けどあのリボンのやつ着るかなって感じ、会いたかったとかで着てたやついつに特典会があるとかマジで今分かってないから、全然なんか決めてないな。まあ時間があったらまた決めときます。マジだって明後日の服も決まってないぐらいやから、マジでやばくない、普通に明後日も決まってないからほんまにやばい。透明やから。レナと一緒やな、今から準備するね。今回もかはりこれで最後みたいな、ほんまなんや。ねえ、それよく聞く、なんかあのコスプレみたいなみんな側がして入れへんかったみたいな。どうしよう、あさってマジでどうしよっかな、何着よう。でも絶対にみんなが喜ぶ服をがあるんですけど、この日曜日にそれをお披露目するか愛知に置いとくか今迷ってるところ。それをおかえりとぶなが出たことじゃん。それは寂しすぎる。そうやね、まかりしか来れへん人とかおるからさ、そうなったらマジなんか一回だけってなるよな。言うやめて言う今年最後。でもなんかハロウィンやからコスプレなんですよ、ハロウィンだからさ。だから10月中って言ったらマジ今週っていうか明日明後日しかないから、どうしようと思って電流みたいなのが絶対無理や、嫌やねんけど無理というか嫌嫌の気持ちを優先させていただく、みんなが絶対喜ぶ服やねんけど言い過ぎかな。
明日か明後日お披露目したいねんけど、てかれなさ、だってポリスもさ土曜日か日曜日どっちに着るとか言ってないよな。多分みんな明日って思ってると思うけど。透明 NG、 透明かも透明かもしれん。どうしてよあ、土曜日ポリスって言ってた。じゃあそうだわ。じゃあ土曜日でよろしく。日曜日着よっかな。迷ってる。普通に迷うな。けどなんか結構愛知って、愛知じゃないわ、幕張さ、なんか土曜日しか来られへんとか日曜日しか来られへんとか言ってもなんか愛知から来てくれる人もおるから、だからどうしよっかな。服は着とくな。マジで迷う。普通にどうしようかな。決まってな、なんか決まってないから、日曜日に着る服がないからもう着ちゃう、着ちゃおっかなとか思ってる。あの楽してけど普通に後から困るやん服。結局今困ってるってことはさ、後からも困るじゃん、何の服着ようか。だから結局さ困るから、別にどっちでもいいねんな正直。着てもいいし着んでもいいみたいな感じ。まあ着んとこっかな。愛知で着ようかな。どっちも来たらって思うやろうねんけどさ。今年最後。あー確かに、そっか11月で。やば、マジほんまやんやばマジほんまやん適当そうな返し全部マジ全部来る、イエーイ嬉しい願いもんかわいい、良きありです、それあり、見たい普通に絶対笑うけど、かわいい以前に通学の時の服とは、通学してないですけど私高校生やと思ってくれたんかな左側かな、こっちは見込んでるし、いつも壁車。宝箱探しておもろ。それな、通学してないんよ全然。あ、大学生風のってこと、風のっていうか私大学生なんですけど風のっていうか大学生風やけど、今大学生普通に普通に大学生ですけど通学してない大学生ですね通学してる風の大学生の格好ってこと。めっちゃ惨めじゃねえ、なんかめっちゃ惨め。あ、普段こういう格好で大学行ってますとかやったらまださ、なんかかぎらんちゃんの普段の大学生の格好見れた的な感じになるけど、なんかさそれで登場してもさ、なんか風なだけでこいつ大学行ってないしな、こいつ単位取ってないしなとか思われるの普通に嫌やん、なんかめっちゃもろ、そうなるの
いやマジで大学生じゃない普通に。今大学生じゃないですマジで。お母さんがなんかお金払ってくれただけマジで一応大学生確かに12月着れる服やねん今回のその言ったやつ。そう冬とかマジで着れそうやから12月か1月に1月特典会あるかな分からんけど。あえ12月あるんや11月じゃないやん最後ん今10月かえあるやん。じゃあまだ先今回で最後と思った年内いやマジでさ多分レナって大ほんまに大学普通に通ってたらほんまにやばいと思う。メイクも多分全くせえへんと思うそう学割だけね学割だけ使えるっていうずるいやつ単位取ろうとしてないやつが学割使ってます。冬といえばの動物かなコスプレ。何がやばいんやちょ一旦さこの絵文字さなんかグーとかに変えてみようよ一回。何がやばいんやグーとか言われたらちょっといいかもしれん嬉しいかもこっちも。ちょ一旦変えてみようその絵文字もう一旦変えてみようよその絵文字。ずっと思ってたのよな、なんかなんでそれなんやろうと思って。それがグーやったらちょっともうちょっといいんじゃんって思ってたけど一回変えてみようよん休学するってなったんですけど一旦休学ってなったけどなんかお母さんがなんか行ける時に一回でも行ったらいいんじゃないみたいな感じで、そう行ける時に行きなーみたいな感じで言ってくれて、まあ、行ける時がほんまになさすぎてマジでやばい。マジ大学普通に行ってても友達とかおらんタイプ。マジ一回さなんかグーってやってみよう。グーも確かにちょっと嫌になるかなずっと続いてたら大学やばいのの絵文字はちょっとなんか嫌やから大学やばいのグーやったらさやばいよグーって感じやん。なんか軽い気持ちでいけるからちょっとよろしく。なんか顔文字をなんか一回グーにしてみてよろしくお願いします え、マジでそう使わんやつ使わないアプリに課金してるみたいな。マジでそれプリクラのアプリとかなんやろ加工アプリはまあ課金したことないけど写真のなんか容量アプリみたいな容量広げるやつとか絡めついとかなんか無駄に課金してる感じでなんかたまに使うみたいなたまに使うみたいな。おはれなー。そう大学やばいよよりさ大学やばいよの方がさレナもさなんか大丈夫だよ気にしないでとか言えるやん。だからなんかちょっとなんかこのやつやめてほしいかもこのなんかこの絵文字マジで。こっちゃん怒ってたん。こっちゃん怒ってた。かわいいお疲れにゃーん。ボーダー服着てきてみんな
かわいい、捕まえちゃうぞ。いやんな、レナもさ、プリクラのアプリをマジで中学校とか高校の時とかマジで1年単位でずっとやってたんですけど、マジで友達がいなさすぎてプリクラとかほんまに撮らへんから、高校とか特にもうなんか体育祭とかもそういうなんかがある以外マジで撮らへんかったからだからめっちゃもったいないことしてたなっていう、その感覚ですよね大学もまたちょっと絵文字送られてきそう、それやばくないみたいな完璧バカにしてて思う、それやばくないグーやったらまだね、やばい、あのやばいってちょっとなるんですけど、確かにもう捕まってるじゃあ1週目は普通の私服で来て、2週目はにゃーんかわいい虹がかかったー虹がかかっただけどみんなを捕まえます。明日はなんか1週目は私服で来て、2週目はボーダーで来てもらって、反省しました、みんなそれ言っとう。9時ねえ、プリクラ一人で撮りたいけど絶対普通に怖い、周りの目が、周りの高校生 JK が怖いな。マジプリクラとか全然撮ってなくてほんまにやばいねんけど、さすがに1年は空いてないかけど、マジでやばい。え、なに？プリクラ500円台しか知らん。エレナも証明写真絶対友達と撮りに行ってた、バイトとかの証明写真絶対友達と撮りに行ってて、マジで1時間ぐらいかけて撮ってた、笑っちゃうから人と撮ったら、けど絶対一人とか嫌や、証明写真ね、今500円やな、マジどういうことって感じ。マジ1時間ぐらいさ バイトは何してたの死ぬバイトは焼肉屋さんと、ちょっとちょっと、焼き鳥屋さん2個だけやった気がする、多分だった気が。免許持ってないです、免許取りにも行ってないな、行きたい、あと2年間ぐらいで免許取りたいな、あと2年ぐらいで、けど絶対取らへんと思う、だってこっちおったらマジで車とか絶対いらん、地元に帰った時ぐらいかな車いる必要やなって思うのは、けど友達がもう取ってるから免許だから、遊びに行くってなってもみんなが乗せてくれるので取らんでいいかな、でも取っといた方がいいよな絶対に、でも取る暇がない、ゴールドにするわ免許取ったらゴールドにするな、じゃあれな、トラブルになったことあると思う？ってかバイトがトラブルってもう何してんの？それやばない普通に。
ガラスとかいっぱい割ってた。ガラスめっちゃ割ってたな。なんかビールの瓶とか。ビールの瓶ってあったっけ。1個目のバイトのところはグラスやったかなかったか。いや1個目が2個目かな、ちょっと覚えてないですけど、どっちか焼肉か焼き鳥屋のどっちかが瓶ビールやって、でその瓶をマジでバイト始めてバイトを辞めるまでに3本ぐらい割ったことある。もう笑われてた。何本割ったら気済むんとか言われてましたね店長から。まあ中身入ってないから全然いいけどみたいな。焼肉屋さんではまかない食べてないかな。焼き鳥屋さんはみんな仲良かったから食べてた、みんなでねえ、めっちゃ焼いてたね。でも焼肉屋さんも焼いてないし焼き鳥屋さんでも焼いてないから。そう、いいやん、ガラスいっぱい割るってどういうバイトや。いいやんこれ、もう全然いい、こっちの方がなんかさっきの顔より全然いい。ぜひ続けてください、絶対これの方がいいよ。パンチパンチの方がいい。マジでね、ガラスってほんまに割れる。なんかちょっとだけ軽く置いただけでパキッみたいな、ちっちゃい小皿とか。そう、バイトって怒られるからマジでなんでこんな場所で怒られなあかんやろうって思ってたけど、みんなこれは結構あると思う。だし巻き卵一生焼いてた、あの焼き鳥屋さんにいるときは。え、ジョッキマジでめっちゃ持てるで、レナ、あの生ビールのマジでやばい、10本持てる、55。え、すごくない？普通に55で持ってましたね、忙しい時とかは。なんか焼肉屋さんがめちゃくちゃ忙しくて、で5本5本とか持ってた。オーダーとかめっちゃ聞いてたりしてたけど、なんかスマホで聞くんですよオーダー、焼肉屋さんの時。なんか焼き鳥屋さんはちっちゃい焼き鳥屋さんやったから全然もうなんか良かったねんけど、焼肉屋さんの時はなんかめっちゃ忙しくて、しかもなんか通りすがりにさ、なんかはい塩タン一人前追加でとか言われたら、なんか携帯まず開いて、なんか荷物とかいっぱいあるじゃん、例えばグラス持ってるとするじゃん、携帯出せない、じゃあ3番のテーブルが塩タン塩タン塩タンって思いながら、あの洗い物のところにグラスを持っていこうと思ったら、2番の人からあハラミ一人前、ああもう覚えられないよってなって、なんか最初の塩タンを頭から忘れてハラミだけ追加して、なんかピンポン、えタンまだ来てないねんけどみたいな、えタンそれ言いましたか。でなんかレナが受け取ったらすいませんすぐ出しますねって言ってレナやったらいいねんけど、違う人とかにさチクられる可能性あるやん、例えばお客さんがなんか近くを通ったレナ以外の店員さんで、えタンまだ来てないねんけどみたいな言われたら、なんか厨房に戻ってきた同じバイトの人がなんか、え3番のテーブルの塩タン聞いた人おるみたいな、え誰やばいレナやみたいな、うわ携帯で打つの忘れてたって思って、なんかやばいどうしようみたいな思ったけど、そういうのは全然内緒でいましたね、結構全然内緒でおった、えマジで誰みたいな、で店長とかお前ちゃーんみたいな言われてたけど、ん違いますよ、知らないです。知らないです。そうチクられる時があるんですよ、悪気なくね、悪気なく同じバイトになんかチクられる時があるんですけど、ん知りませんっていうね。マジで1日に2件ぐらいは普通にごまかしてた。でもなんかレナ以外のみんなもごまかしてるから、
なんか結構忙しかったし、なんかその焼肉屋さんのバイトの子はみんな結構なんかみんな結構バイトの子っていうか、普通に厨房がもうなんか、え、これ誰が頼んだんとか、誰がオーダーしたんこれみたいな、結構ありました、そういう事件が。でも正直に言う人はマジで少なすぎる。高1で入ってきた子とかはなんか、すいません、私がオーダーしたけど携帯で打つの忘れてましたとかなんか言う子はおるけど、なんかそういう子にはなんか後で、ああいうのは内緒でいいねんでバレへんからとか言って教えてた。そしたら、え、そうなんですか、みんなな、あんまり言ってないからとか言って。そうけどもう遅いやん、その子はさ自分で言っちゃったから。なんか忙しい時ってしかもピリピリするやん。だから店長とかにもさ、なんかあの、え、気をつけてみたいな、もう入りたてのさ1年生とかやん、高1とかが、すいませんみたいな、めっちゃかわいそうと思うやんそんな。いや、そうやん、しかも自分が悪いけどな、その子が通すのを忘れとったの。まあ悪くはないやん別に、忙しいから。だからもうそんなんな言わんでいいね、裏でそんなんな言わんでいい、内緒でいい、内緒みたいな、そんなん言っとったらな、ちょっと怒られてまうから、そういうのはなんか全然知りませんみたいな顔しとったらいいねんでみたいな。って言ったら、次からなんかその子もちゃんとレナの言うこと聞いてて、なんかちゃんと悪く、なんか、え、知りませんみたいな顔して、なんかでもさ、なんかわかるやん、そのなんかバイト同士ってさ、でも多分バレてると思うけどさ、なんかバイト同士ってさ、なんか、うわ絶対あの子やみたいな、うわ絶対あの子のオーダーミスやわこれとかわかるから、なんか、え、何々ちゃん、さっきのミスって何々ちゃんやろみたいな言ったら、はいみたいな。ちょっと作戦しっかりなんかみんなでさ、あのやってるけどバレへんように、白濃くしてるけど全然多分バレてる。全然バレてますね、仕方ない。結構多かった気がする。昔の話です。そうそう、うまくやっていかなあかん、こういうのは。そうやね、犯人探しとか多分始まる時とかあるやんな、たまに。そういうのってなんかバイトに限らずいろんなことに対してね、そういう時はみんな焦ってた、やばいこれ以上探らないでくれみたいな。勉強して、勉強。バイトはずっと友達と一緒にやってました。マリンとずっと一緒にやってた。焼肉屋さんも一緒に始めて一緒に辞めて、で焼き鳥屋さんも一緒に始めてやってた。そう、忙しい時は犯人探しないけど、忙しくない時にオーダー見せた時はなんかもう絶対バレるから、そうけどバレないように嘘をつきます。嘘をつきます。そう、忙しくない時は犯人探しが結構始まる、お昼の時とかは。確かにマリン13期受け誘っかな、受け誘っかな、マリン、ありやな。けどまた後輩に舐められるのがちょっと嫌なので、もう友達っていう設定でおります。そう、辞める時も始める時もいつも二人同時っていう。めっちゃおもろくない？チェーン店じゃないですね、違います。焼肉キングも取り木もない、近くに。マリンに推し変しても全然いい。マリンと一緒に住みたいな。でもラーメン屋さんはないかも、やったこと。
ぐらいかな。焼肉屋さんと焼き鳥屋さんだけやった気がする。あと1個どっか一瞬にあって、一瞬でやめたところがあってんな、どっか1個。焼肉屋さんかな、それも。でそこもマリンが1回行って1回でやめてた2人とも1回行って1回でやめました。マリン可愛いですよ。ギャルです、めっちゃ。それな、店側からしたらさ、マジでおもろい2人やった気がする。それな、トライ待って危な、言っていいか分からん言葉やったからやめとこう。マリンな、もうマジでずっとマリンといたから寂しいですって言っても、なんか全然連絡とかせえへん全然連絡しないですね。後輩できるの、でも中学校の時とかも後輩っていたじゃん。その感覚と同じかも。楽しみ、友達作りたい。13期っていうか後輩、なんか友達が入ってくる感じ友達欲しいです。一緒に遊びに行ったりしたいな。友達いないのでこっちに、だから友達できたいな。かきれなと友達になりたい子は13期オーディション受けてください友達探してます、よろしくよろしくお願いします。連絡しないかな、全然来ないし、しないな、して来ても未読しちゃう、レナが。だから未読されるの知っとうから来おへんかな普通に友達欲しいな。年上でも友達です友達募集友達募集、よろしくお願いします。友達募集、友達になろうね。かきらんと友達になりたい人を来てくださいどうしよう、これ言ってさ、めっちゃ少なかったら友達になりたくないから受けませんでしたとかコメント欄とかにあったらどうする。かきれなさんと友達にはなりたくなかったので今回のオーディションは諦めさせていただきますとか書いとったら、普通にガビーンガビーンガビビビビーンって感じですけど楽しみそれな、応募ゼロとかコメントとかにあったらマジでおもろいよな。ガビビーンって感じですけどね。あ、また明日会いましょう。バイバーイ、おやすみのほう、バイバイ、おやすみ、また明日ね、お楽しみに。明日お楽しみに、楽しみに待ってます。明日もバイバーイ、おやすみ、また明日ね。